皆さんこんにちは。立憲民主党宮崎県第1区総支部長で宮崎県議会議員の渡辺壮です。今日は6月15日日曜日です。宮崎は大変暑い一日になっています。梅雨の谷間とでも言いましょうか。朝からギラギラと太陽が、降り注いでいます。外で活動していますともう汗が止まりません。外での活動を終えて私も先ほど事務所に戻ってきたところですが、クーラーをつけましたけれども涼しい風はなかなか出てこないという状況で、今日の皆様へのご挨拶を撮影をしているような状態です。さて宮崎県議会では6月議会の一般質問が始まっています。先週の木曜日からでしたので2日終わって残すところ3日間となっています。私も一般質問の最終日6月17日の午後1時から19人の質問予定者の中で一番最後の順番になりますが一般質問で登壇する予定にしています。その一般質問の内容については後ほど少しお話をさせていただきますが、この6月の定例会冒頭から荒れ模様になっています。一つは新型コロナの対応をめぐってこれまでの知事の意思決定のあり方であったり県民への説明をめぐってですね、厳しい意見が一般質問で相次いでいる。またそのことが地元の新聞等でも大きく取り上げられて報道しているという事態になっています。合わせて、実は今年の秋宮崎では国民文化祭全国障害者芸術文化祭という全国規模の大きなイベントが行われる予定になっています。県民にとってはそのイベントが予定通り行われるのか、それとも新型コロナのことを考えると何らかの変更であったり場合によっては開催中止というようなことがあるのかということに大変強い関心を持っていらっしゃる方々が多くいらっしゃいます。そのことをめぐって月曜日の一般質問で、どうするんだということを知事は質問をされました。その質問に対して知事は、今月中6月中には結論を出していきたいというふうな答弁をされました。ところが、その議会答弁から数時間が経った後地元のテレビや新聞の記者の皆さんからの質問を受けて知事は、年内の開催は難しいと、行うことができても年が明けた後来年の実施になるという趣旨の答えをしました。そのことが新聞等でも報道されましたので実は金曜日質問をした議員が所属している会派などから知事の答弁は議会軽視ではないかという声が上がっています。数時間前には今月中に判断をすると言っていて、その数時間後には年内開催は難しいという趣旨の発言をしたわけなので、方向性が違うというわけではありませんけれども、そこまで決まっているのであればきちんと議会の質問に対して答弁をすべきではないかという、当事者の議員の方の主張は、よくわかるところではあります。知事自身も何とかこのイベント大変楽しみにされている方多いと思います。出演される方々もそうでしょうし宮崎でそういう大きなイベントが行われるということを心待ちにしていらっしゃる方々もいると思うので、知事としても議会としてもできればこのイベント予定通りにやりたいという思いは同じところにあるわけですけれども議会での答弁と記者の皆さんへのお話が食い違うということになってしまい実は金曜日の議会は冒頭から1時間審議が止まるという状況になりました。知事は答弁に食い違いがあったことを再開された議会の冒頭で謝罪をされて議会は通常通りに戻っていったわけです。議事整理のあり方についてはもう少し違うやり方もあったのではないかなというふうに思っていますが個人的にはそう考えるところもありますけれどもやはり新型コロナの影響多くの県民が心配している中だからこそ、この食い違いが知事と議会の間で表面化してしまうトラブルということになったということが起きています。実は私の今回の一般質問の中でも知事県の広報戦略について質問をする予定にしています。新型コロナウイルスの対応をめぐって宮崎県では
まあ、休業要請をめぐる対応などで、知事の考えが思っていることが的確に県民に伝わらず、誤解を生んだ形になって、知事も批判を受けるし、県も厳しい声をもらうということがありました。また加えてその声を受けて、知事も判断を修正していくというような場面が見られました。今回のような大きな事態の中だからこそ、県が考えていること、知事が考えていることというのをきちんと適時的確に県民の皆さんに理解をしてもらう、そしてその前提としてきちんと伝えていくということは極めて大事なことであるということを改めて強く認識をしたところです。私自身がメディアの出身ということもありますが、やはり今の行政の中では県民の皆さんや、また県外の皆さんに対しても政治的なメッセージを的確に伝えるというところがあまり重きを置かれていません。インターネット等も普及をして、既存のメディアを通してだけ情報発信ができるわけではなくて、今県が直接ある種自らがメディア化した形でいろんなことを伝えていくということもできる時代になっています。その時代への対応をしっかり意識した、県民の皆さんへの意思の伝達というのを考えていかなければならないという立場に立って、今回の新型コロナウイルスをめぐる状況の中で起きたことを、まあ、一つ一つ丁寧に検証しながら今後の新しいやり方について具体的な提起をしていきたいというふうに考えています。その具体的提起については、まあ、一般質問で明らかにするつもりでありますので、そこまで少しお待ちをいただければというふうに考えています。ぜひお時間がありましたら6月17日の午後1時から一般質問、全体でだいたいおおむね60分で終了する予定ですので、傍聴にお越しいただければと思います。難しい方は県議会のホームページでその一般質問の様子公開をされておりますので、そちらでもご覧をいただければというふうに思っています。それでは本日の動画見には以上といたします。梅雨で雨が降ったり蒸し暑い日が続いたりしますが、ぜひ皆さん体調ご留意いただいて元気に過ごしていきましょう。どうもありがとうございました。